はい、こんにちは、僕です。ペルソナ4やっていきましょう。今回はね、ミスコンとなっております。まあ、早速行きましょう。文化祭2日目のメインイベント、あれ水着じゃないじゃん。ミス八甲コンテスト、なんですでにいるんだそこに。審査が続いています。聞こえますか、この歓声が。なんで水着じゃないんだよそこの2人を。では次の方、2年2組、里中千恵さん、どうぞ。普通に私服じゃないですか。里中千恵です。かわいいよな千恵。自己 PR をお願いします。性格はおとなしくって、好きな食べ物はプリングです。プリング。どっちもちげえじゃん。嘘つけ、肉だろ。肉だろ。ありがとうございました。続きましては同じく2年2組、天城由紀子さんです。うん、みんな私服だな。あ、冬服の私服って初めて。こんにちは、天城由紀子です。家は旅館を経営しています。天城屋旅館です。首にスカーフを巻いてるんですね、由紀子は。近くへお越しの際はぜひお立ち寄りください。なんで旅館の紹介してるの。日帰り入浴もできますので、どうぞごひいきに。言い慣れてる感じだよな。はい、ありがとうございました。続きましては、なんとこの人、1年2組、久慈川理瀬さんです。理瀬の私服、まあそうだよね、可愛いよね。こんにちは、久慈川です。この町に来て日は浅いけど、とってもいいとこで、理瀬ちん幸せだよ。アイドルの休業中でごめんね。リセチーム頑張るから応援よろしく。もう完全にアイドルじゃん。これは勝てないだろう。生リセチーですよ。ありがとうございました。ちょっと待って、柏木先生と花子も見たかったな。続きましては噂の転校生、1年1組、白金直人さん。直人な、ブラックホースだよな。ダークホースか、ダークホース。次だぞあいつ。うん、静かに。いや、普通にボーイッシュすぎるだろ。白金直人です。かわいいよな、確かに。こんなコンテストで壇上に上がることになるなんて夢にも思ったことがなくて、その何を言っていいのか。かわいい。困ったな。かわいい。かわいいわ、直人。以上の個性豊かな6名で競っていただきます。それでは特別審査員の熊田さんから出場者に質問をしてもらいましょう。なんで水着じゃないんですかね。特別審査員の熊田です。私を怒らせると不利になりますので。何それ。ちえさん、彼氏はいますか。彼氏はいますか。ゆきこさん、チスの機嫌は。ストレートすぎるだろ。やめてよ。ナオトさん、体のくすぐったい部分は。今度、リセちゃんの家に遊びに行っていい。質問じゃないじゃん。さて、ここで皆さんに驚きのお知らせです。驚きのお知らせ。なんと、今年度から本コンテストに水着審査が加わりました。本当にやるんだ、水着審査。それもこれもこの熊田さんのおかげです。すげえな、突然現れたスポンサーですよね。では参加者の方々には水着に着替えてまた登場してもらいましょう。ワクワク。同じ水着なのかな。テレビの中に行けば水着だからな。もうなんか普通に水着着て立たれてもな。どうも。いつもの水着なんだよな。ほうじゃないわ、何度も見てるわ。おっさんかよあんた。けど知恵先輩かわいいっす。知恵かわいいよな。
花子はピンクの水着なんだよな。すいません。すいません。柏木先生ね。ありがたいよな。柏木先生かなり角度が鋭いよな、あれ。天城先輩、俺の思った通りの人っすよ。ゆきこ、次は理性。まあ、理性か。やっほ、理性チーだよ。ノリがいいよな。の、来た来た。何がすか。陽介は理性チーファンだったのにな、反応が薄いよな。あれ。あれ。白金さん。白金直人。出てきませんね。出てこないの。直人くん待ちなんだけど。残念ですが、急遽危険ということになります。マジっすか。日記。まあいいわよ、危険しても。ライバルが減ったのはいいことよね。ああ、やっぱそうなんか。残念だったよな、感じ。え、本当に？え、いや、そのまあ、そうっすね。そうなんですかね。もう 3D モデルが用意されてないってこと？けど一次審査に出ただけでもあいつ頑張ったんじゃないっすか。そうだよね。まあとにかく投票しないとな。お前誰に入れる。本当に直人くん出てこないの。いやまあ知恵なんだけどさ。知恵だな。あいつよく見ると可愛いもんな。よく見ると。お待たせしました。うん、集計の結果が出ました。誰かな。集票結果。男性票は大きく分かれました。どう分かれたんだ。ご意見もそれぞれの参加者に熱いコメントが送られています。コメント付きなの。一方女性票はある参加者に集中。誰。これによってトップに躍り出たのは誰なんだ。優勝は白金直人さんです。なんと優勝かよ。彼女の中性的な魅力が多くの女性のハートを離さなかったんですね。まあ女性票を集めるだろうな、直人君は。いや、白金直人さんの表彰をと言いたいところですが、白金直人さんは現在まだ席を外しております。どこに行ってしまったんだ。出ないのに優勝か。なんか笑える。直人に負けちゃうとはな。女子の票が必要なら仕方ないか。ま、あの人たちにはうちらが勝ったってことでよしとしましょうよ。撃沈。私、この私が美しさで負けるなんて。本気で悔しがってる。吉舞先生、私悔しい。私もよ、大谷さん。泣かれてもな、泣かれても困るわ。うわ、ナオトの水着見れないのか。ミス八高コンテストが終了した。でも悲しみ。いや普通にいるし。あ、お兄ちゃん。ナナコ。おお、見つかってよかった。県庁への出張があってな、帰りが明日になりそうなんだ。せっかくのお前の学校の文化祭だ。うん、俺もナナコと楽しみにしてたんだが、すまんがナナコだけでも連れてやってくれないか。あー、行っちゃうんだ堂島さんは。じゃあナナコちゃん、私たちと一緒に回ろっか。いいの。じゃあすまんがよろしくな。わかりました。行ってらっしゃい。おう、ナナコ楽しめよ。ナナコが合流しました。ね、ナナコちゃん、今晩うちに泊まりに来ない？何それ、なんでよ、ナナコちゃんだけ。ゆきちゃん、今なんて。なんで急に。旅館で打ち上げ。あ、旅館で打ち上げ。いいんすか。いいんすか。うん、前に約束してたから。今、それが今。やったぜ旅館。天城屋旅館に行ける。
初めてじゃない。温泉卵食べられる。温泉卵はどこでも食べられるんじゃない。あ、おじいちゃんに電話しないと。一泊ですよ。いいね、みんな乗り気だね。みんな一緒で楽しいよね。おいでよ。いいの。いいよ、せっかくだし。七子が決めろ。温泉温泉、七子が決めろ。行く、お泊まりする。やっほーい、温泉浴衣ほてった肌。うん、けどいいの、迷惑ならない。まだシーズンでしょ。10月ね、どうなんでしょうか。今年はお客さん減ったし、それに空いてる部屋もあるから。そっか、ならいいんだ。なんかユキコのとこ泊まるの久しぶり。知恵は泊まったことあるんですね。さすが親友。今日はみんなで天城屋旅館に泊まることになった。ほほー。うん、昼から夜になりました。天城屋旅館、天城屋旅館の一室。みんな一緒の部屋じゃないかもね。あ、なるほど。そりゃそうだろ。隣ならまだ許すけど、遠くへ行ってしまったクマ。遠い部屋なんだ。空いてる部屋あんまないらしくて、あいつらは別の階になったって。ああ、そうなんですね。七子ちゃん連れて早速風呂行くってさ。なんだと？ここ、こういう子。何遍も入る趣味ねえし、寝る前一回行けばいいっすよね。だな。あ、何時？ところでこの部屋どういうことなんすかね。どういうこと？結構上部屋みたいなのに。うん、上部屋。やっぱお前も気になった。普通シーズン中に開かねえよな、こんな都合よく。何かな。あえてスルーしてたんだけど、まさかここで何かあったとかか。何かあった。何か先輩ら、分けあり、分けありの部屋。そういやさ、うん、肌寒い。電話が鳴っている。いきなり鳴るね。しかしか、幹事出てみ。電話はいつでも突然鳴るんですよ。な、何ビビってんすか。誰からの電話よ。幹事の手が震えている。はい。ん、誰。あ、そうっすか、どうも。何、誰。旅館の人からでした。まあそうでしょうね。露天風呂今なら結構空いてるらしいっす。露天風呂、素晴らしいサービスだな、天城屋旅館。嫌な汗かいた。じゃあ流しに行きますか。みんなでお風呂。あ、もう布団引いてあるんだ。みんなでお風呂楽しみだな。これはコミュランクが上がるかな、クマの。みんなで同じ方向いて背中の流しっことか富士山見ながら歌ったりするんでしょ。みんなで同じ方向いて背中の流しっこ、それは銭湯だと思う。そんな恥ずかしいことはしない。同じく楽しみだ。いやー、それにしてもこっちは楽しいことばっかり、クマよ。そうでしょう、そうでしょう。これも先生がクマのところにみんなを連れてきてくれたおかげだよね。ありがとう先生。クマが感謝の眼差しで見つめてくる。パリン。ほら、ランクいくつよ。ランク8だぜ。ほっとけばカンストするのかな。うん、クマの心の成長がペルソナにも影響を及ぼす。サマリカーム。うん、そう、クマね、トラエスト覚えるんだよな。どうしようかな。サマリカーム、毒串刺しはいらないかな。トラエスト欲しいんだよな。おい、エレベーター来てっぞ。じゃあ天城屋旅館、ムービーなの。え、これはアニメーション、温泉アニメーションなの。すっごい、露天広い。お風呂場で走るの危ないよ。七子、七子。露天だな。かわいい。あれ、ナオトくんは。ナオトくんは、ナオトくんいるんですか。あ、いた。もう今さら照れないよ。ちょっと久慈川さん。ほら早く入ろう。
絶対可愛いってナオト。なるほどね。ちょっと詐欺よね、これは。でかい。何言ってるんですか。ナオト可愛いよな。こっちおいでよ、広いよ。はい。白向きなんだな。肌すべすべ。触っていい？あの。ほんとツルツル。いいな、色も白いし、髪もサラッサラでさ。余分な肉も全然ないし。ちょっとどこ触って。ななこちゃん。こんな風によそで泊まるのって平気？怖くない？なんで急に。楽しいよ。いつも一人だから、お兄ちゃん帰ってくるまで。そっか。留守番上手なんだ。一人の時は知らない人が来ても玄関開けないとか守れるよ。そっか、偉いな。ナナコは偉いよな。ねえ、ナナコちゃん、泳いでみる？泳ぐの？いいの？いいの？私、小さい頃から泳いでるから。今も泳いでるの？否定しろよ、ユキコ。口ごもれな。じゃ、あっちの縁まで競争しよう。負けた人がフルーツ牛におごり。私ラムネがいい。ラムネ。ちょっと、私も。楽しそうだな。次、死んだ人の真似。あ、上手。もう、ほう、広々クマ。クマかき披露してやるクマ。隣だよね。ここに入ってきたのか。混浴。婚欲だわ。なんでおめえらが。こっちのセリフ。すげえ桶が。状況は最悪だ。ここはリーダーとして居残り指示、撤退指示、居残り指示だが、そんな勇気はない。うわ、勇気。あー、撤退指示、撤退することにした。いやー、勇気か。勇気が必要だったのか。誤解だって、覚えてるよ。悲しいな、これちょっと2周目をするべきかな。制裁が必要ね。すごい、いっぱい当たってた。お姉ちゃんうまいでしょ。見られたかな。この時間、ここ男湯だった。ほら、あかん、間違えちゃった。あははって、マジかよ。なんか、あいつらに悪いことしちゃったかな。どうします？言わなきゃ平気だって。内緒。さすが。ナナコちゃん、もう一回競争しよっか。いいなぁ。浴衣に着替えて部屋に戻ってきた。お風呂入れたのか。腰巻きタオルを手に入れた。